流域モノチャンネル。はい、皆さんこんにちは、流域モノチャンネルです。本日は8月21日でございます。皆さんバテてませんか？私はバテました。たまにね、体が溶けてるんちゃうかなと思う時あるんですけどね。まあないか。まあね、ご自分の体調はですね、ご自分が一番分かっていることやと思いますが、気づかぬうちに体調を壊していることもありますからね。できるって思っている物事の手前でですね、一呼吸置いてですね、水分補給や塩入りの飴ちゃんとかね、をなめなめしながらです、ね、そのやらなあかんことを取り組んでいっていただければなと思います。塩入りの飴ちゃんなめなめよろしくお願いします。さあ、本日はですね、何をやっていくかと言いますと、一つ目は今の一日の水温って朝昼夕方ってどんなもんなんっていうことですね。今はね、人の動画でもね、やっている人多いですよね。時期的にもありますからね、今は何度ですっていう動画は多いです。まあそんな動画です。ちょっとね、色はつけますけどね、色濃いはつけませんけど、色はつけようと思ってるんですけどね。はい、それと2つ目ですけども、また今日はこんなメダカの卵を買いましたっていう動画です。だからね、もう今回はあんまり見なくていい、大丈夫です。まあ、それは冗談ですのでね、見てくださいね。ちゃんと最後にまた優しい愚痴を挟みますので、ぜひご覧くださいませ。さあ皆さん、今日も元気よく行ってまいりたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツメダカ。はい、それでは一つ目です。本日、先ほども言いましたが、8月の21日の8時30分でございます。快晴でございます。もうね、朝からぐんぐん気温が上がってくる時間帯でございます。まずはですね、生き物部屋の生き物の水温なんですけど、まあ、断熱入ってるということで、まあ、29.2度ということです。そしてですね、外なんですけど、外気はだいたい30度ぐらいだったと思います。黒の容器ではありますが、蓋をしてこう測ってるんですけど、ちょっと蓋開けてる間にね、温度もね変化してきたりするんですけど、だいたい29から31度ぐらいの温度にもう早くもなっております。まあいろんな桶にね入れて水温を測ってるわけでございますが、これで 31.2 度ですかね。どんどん上がってきてるんです。ちょっと蓋を開けるだけでも。まあこの周りにはですね、まあ発泡スチロールとかも置いてるので、一応発泡スチロールの水温も測ってみたいと思います。はい、これが発泡スチロールですね。今 28.4、ちょっと日陰があるんで、やっぱりどうしても発泡スチロールって保温性、保冷性が高いので、すぐには温度が変わることはありません。しかしながら、温度が変わると急激に持続性を保ちながら、その温度にずっとなっているということです。これはね、24時間日陰のところなんですけど、もともとも温度が低くて 26.9 でしたっけ？かなり低い温度を保てます。そしてこれがお昼なんです。お昼がですね、やっぱり生き物部屋のところはやっぱり 29.2 とあまり変わらないんですが、もうこの暑さの中で板を引いてないところなんかの水温はかなり高くなってきてます。もちろん板を引いたところの水温もこうして高くなってきております。はい、もうこうなってきますと、やっぱり桶の色に関係なく、まあ、発泡は別です。発泡の白色の発泡は別ですが、それ以外はだいたい温度がどんどん上昇してきております。まあお昼の気温で35度ということで、まあなんとか、ほんでもね、メダカが生きるのにはまあ全然ということはないですけど、まあまあなんとか生きていけるであろう水温でございます。まあ発泡スチロールは温度が上がり方が緩やかで、下がり方も緩やかになってくるという結果でございます。そして最後に夕方、これはだいたい3時半ぐらいだったと思うんですけど、もうこうなってくると発泡も
32.4 とかなり上がっております。もうこれはもうこのまま上がったままで、今度はこれをまた保温するという形になってくるので、保温時間が、熱を持つ時間が長いということになってきます。もちろんね、他のプラスチックの容器はどんどん上がったままではございますが、まあ夕方になるとだんだん下がってくるというような熱量の持ち方だと思います。はい、という結果で、ちょっとすいません、いっぱい温度計を取りすぎてややこしくなった動画になったんですけど、まあね、発泡スチロールも水温はね、結局のところお昼間上がってしまうので、よく目にする動画で発泡スチロールは温度差があまりなくていいですよっていうお話があるんですけどね、まあ、日よけがあれば別ですよ。もしない場合とか、発泡スチロールに入れると結構暑いんですよね。それと発泡は水温が上がりにくいんですけど、逆を言うと下がりにくいんですよね。じゃあどんなことが起こるか、1日24時間暑い時間帯がメダカに対して起こってくるわけです。発泡スチロールの夕方から夜にかけてはまだあったかいままっていうことね、水が。さすがの発泡もこの時期だけはですね、後半の水温は下がりにくく、結局メダカへの負担が大きくなって、夜になっても下がらない水温、暗くなって酸素を出さない水草たち、暑くて呼吸が荒いメダカたち、ということは星にはならなくても大きな負担要素の一つになるんではないかなと私は考えます。皆さんはどうお考えでしょうか。もちろんエアレーションなしの環境ならなかなかしんどいんじゃないかなと思ってる次第でございます。以上で一つ目の問題は終わらせていただきたいと思います。二つ目の動画ですが、前回忘却の翼と紅白ラメメダカの卵を購入したということで、今映ってたのはその忘却の翼と紅白ラメメダカの卵です。まあ稚魚もポツポツと出てきましてですね、まあこちら順調に育っております。ちょっとすいません、この餌を入れたばっかりの時やって、もちろんゾウリムシも入れてるんですけど、まだちょっと最初の段階で、また後でこの餌の処理はしたいと思います。本当にうっすらですがエアレーションかけて、まあ、波を立ててるという感じですね。波を立てると、まあ、酸素の溶存量というんですかね、それは増えるということでやっております。もうこちらは31度ちょっとですね。これは室内です。室内でも暑い状況です。そしてですね、龍の瞳なんですが、とうとう私も超難関でございました。結局今残っているのは1匹だけ、龍のメダカが1匹だけになりました。本当に難しかったですね。どんどん落ちていくんですよね、バタバタっと。まあでもこの1匹もね、しっかり育てていきたいなと。そしてですね、ちょっともう再挑戦したくてですね、購入させていただきました。今度はね、品さんように自分なりにいろいろ考えて、1回目の失敗を元にしてもう1回育ててみたいなと思っております。はい、そしてですね、オーロラブラックラメがこの前卵取れて、でも順調に卵も孵化しております。ちょっと白い容器しかなかったもんで、ちょっと白い容器に入ってるんですけども、また黒い容器に移そうかなとは思っております。こちらは順調でございます。そして新しくお迎えしたのが夜桜でございます。夜桜の卵を購入いたしました。これでね、龍の瞳はもともとおったやつなんで、これで11種類ですね、1種類だけ増えたという形になります。まあ、最後にね、ちょっと誰とかそういうお話じゃないんですが、この卵を送るということで、私はまあ買える手段がないので、通販は便利やな、ヤフオクは便利やなっていうお話を前回話しさせてもらったと思うんです。で、今もそれの気持ちは一個も変わってませんが、まあ一つね、お願いと言いますか、売り手の方々にもお願いしたいんですけど、やっぱりどうしてもね、付着糸をついたままの方も何人かおられたんです。で、やっぱり付着糸を放置すると、そこにメチレンブルーが入っていましても、結局はその効果役目も果たさずですね、付着糸から伝わってメチレンブルーの青さの下から白い腐った卵がどんどん出てきて、結局あんまり意味ないんですよね。これまあ大体メチレンブルー入れて卵の付着糸は取ってますと言ってるんですが、まあ忘れたんでしょう。
取れてない方も多いです。素人目にはね、付着糸取ってますって言ったところで、ああそうですかってなるんですけど、私も別に苦労とじゃないんですけど、付着糸って取ってもう一回くっついてる分っていうのは確実に分かります。タッパーに移し替えるときにですね、付着糸をほんまに取ってる卵はやっぱりどうしても後でばらけるんです。その場でくっついててもね、タレ瓶に入れてる時点ではくっついてるんですよ。そやけどもタッパーに入れるとやっぱりちょっとばらけます。それともう一個、例えばさっきちょっと動画にありましたけど、割り箸とかちょっと有機物のものの棒みたいなのを入れると付着糸はどうしてもね、割り箸にくっついてくるんですよね。でも付着糸がなければそのままバラバラバラってなるんですよね。だからこれで取ってるか取ってないかっていうのはね、ぜひ卵買われる方も参考にしていただきたいんですけど、まあ、そのまま鵜呑みにするより、その付着糸をもう一回外しにかかるっていうのも孵化率を上げるための一つの手ではないでしょうかね。売り手の皆さん別に文句言ってないですよ。ただお忘れになられたんちゃうんかなと、もしくは面倒くさくてやってないんちゃうんかなって思われないようにしてくださいね。まだまだ信用して皆さんから卵を買いたいと思ってます。ぜひよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&グッドボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。